はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。アリスよ。デスでカービィちゃんがいっぱい。確かに正式にストーリーでカラーカービィが出ることはなかったしな。で、おーおー、いきなり大王様自らお出迎えか。よく来たなカービィ。この手で大王様によるデリシャスで、あ、デンジャラスで、デラックスな大会。その手を3つ並べるスタイル気に入ってるみたいだな。デデデグランプリに、この大会にはお前を倒すための様々なバトルが用意されている。簡単に勝ち抜くことはできないぞ、覚悟するんだな。ふふん、まあローカルやったし。ところで大王様、このたくさんのカービィは一体。白色カービィもいるな。実にいい質問だ。これを見て驚くがいい。あ、これツイッターにも流れたやつだぜ。かわいい。人力で動くその機械。だいたい4回転のエネルギーで生成される、それは。おーおー、オレンジが出たぜ。このマシンはその名もカービィプリンター。いや、そんな 3D プリンターみたいに。どうだカービィ、お前にそっくりだろう。コミュニケーションも取れるみたいだな。もしかしてバトルのライバルはカービィのそっくりさん。その通り、そんな相手とお前がどう戦うか実に楽しみだ。もちろん優勝すればデラックス山盛りケーキが待ってるぞ。せいぜい頑張るんだな、ガッカッパ。いざお嬢さんがデラックス山盛りケーキとか言ってると思うと可愛いわね。いや、まあそれは気にすんな。カービィプリンター結構重そう。はじー、重いなーこれ。やっぱ重いんだな。まあ生命体製造機だからね。カービィのそっくりさんとバトルか、大丈夫かな。そうだよね、デラックス山盛りケーキ食べたいよね。そっちかよ。両足デラックス山盛りケーキのためにガンガンバトルするぞ。まあカービィシリーズに出てくるキャラは基本甘いもの大好きだから。ああ、そこのいつも高いところにいる人もな。カービィだらけのグランプリか。ふっ、面白い。なんかそのマントで口元を覆う坊主久しぶりに見たわね。でまあ初めの勝負したけど、ビギナーだしな。ローカルの激戦繰り広げたおかげでここら辺は楽勝クリアだわ。勝ったんだね、おめでとう。僕もバトルをしてきたところだよ。勝つって難しいね。あ、負けたのか。この後ペアを組んでバトルするチームバトルがあるみたいなんだ。僕チームバトルはカービィとチームを組みたいんだけど。よかったわね、優しいペアがいて。やめろ、それ以上言ってやんな。冗談冗談。これからよろしくね。優勝目指して頑張ろう。はい、というわけで早速チーム戦が始まるわ。集めてリンゴマッチだな。コピーはまだソードしかないからソードにして。あ、本当に仲間がバンダナワドになってるぜ。さあ、どの程度か見せてもらおうじゃない。あれでしょ、どうせ霊夢は妨害しに行くんでしょ。なぜわかったし。サナエほどじゃないが、まあ霊夢も似たようなものだしな。よーし、やるわよ。まずはリンゴ落とさないとね。で、おーおー、リンゴ一気に全部落ちた。よし、とりあえずリンゴ運ぶわよ。あ、もうこれは任せた。ちゃんと意思疎通できてるか。オッケーオッケー。よし、龍の。まあちょっとゆっくりだが、ともかくポイント確定したな。まあこの平和プレイでも勝てるでしょうけど、いまいち面白くないわね。やっぱな、そう来ると思ったぜ。あ、しまった。まあ多分あなたがそっちで暴れてくれた方がいい展開になると思うわ。そうよね、リンゴはそこあたりにパスするから、あとは任せた。だがそれだと一人で二人止めないといけないぞ。と言ったが、まあ最初だしそれぐらいできるか。そうそう、私一人で初心者二人を徹底的に妨害する。まあコンピューターだし好きにしてくれだぜ。まあそれで勝てるなら全然大丈夫だけど。もちろん。おらー、てん、あ、金リンゴだな。あ、そっか、ローカルの時と同じね。それも交えて取っていけば勝利は確実だぜ。ちょうど二人とも眠ってるから、そのままパスしましょう。それはいいんだけど、もうちょっとまとめてパスしてくれる？確かにリンゴ散らばりすぎて普通に汚いぞ。確かにちょっと思った。そして相手は全滅。まあ最初だしな。よし、こっちも手伝ってちょうだい。リンゴのタワーを作っていく。もうこれだけ入れたら逆転不可能だろ。そしてもう試合も仕上げに、パスするだけじゃなくてきちんと確定しに行くんだぜ。よし、ナイス連携。これでもう完璧ね。まあ当然だが圧勝だぜ。カービィシルバーリーグだよ。やったね。は？また新しいバトルが出ているらしいよ。チーム戦も僕頑張るからよろしくね。それにしてもいろんなバトルがあるな。誰が考えたんだろう。いや、飛びすぎだろ。え、だってちょっと簡単すぎたからね。なんだとまだ勝ち進んでいるだと。あ、はい、なんともしぶといやつで。わかってるのか、俺様はな。あいつをギャフンと言わせるためにあれだけのバトルを作ったんだぞ。え、あれ全部大王様か？意外な才能だね。それなのにあいつの活躍を見ることになるなんて。いまいましい。いいか、これ以上あいつをいい気にさせるな。あ、はい。さあ回せ回せ、トリプルデラックスでもいろんなもの作ってたからな。なお全てはドルディリキ、働くのが好きなんだよきっと。このままでは終わらせんぞカービィ。今思ったけど、これで相当な軍事力になるのでは。食費もかかるぜ。いろんなバトルが用意されているようだけど。まあまだシルバーでも余裕だと思うけどね。そうだね、どんなバトルもどんとこいだね。よし、気合い入れていこう。デラックス山盛りケーキが待ってるぞ。よし、これでビートルは瀕死。それ、おい、一族。
そしてこいつを普通に殴れば、よーし、これでシルバークラスクリア。は？え、今クリア？ごめん、ちょっとめたいこと言うとね、ブロンズじゃ楽勝だしシルバーからやろうかなと思ったけど、シルバーも楽勝でした。あー、もうお話が長くなってしまうぜ。許してください。ゴールドリーグまで来たよカービィ、やったね。まだパート1の5分だぞ。ふっ、やはり勝ち進んできたようだなカービィ。あ、おお。メタナイト参加していたの？私は自分自身の力を高めるためにこの大会に来た。強き力を得るためには強き者との戦、偽物ごときでは物足りない。言えてないぞ。やはりカービィ本物のお前でなければな。カービィ、私に力を示せ。このリーグで戦うのを心待ちにしているぞ。ちょっと展開早いけど許してちょうだいね。メタナイトと戦う？一体どうなるんだ。はい、というわけで正真正銘ゴールドクラスからやっていきます。手頃はライバルとは思うけど、メタナイトやっぱりかっこいいな。はい、んじゃまあとにかく、ゴールドクラスのフラッグシュートか、コピー能力も結構揃ってきちゃって、オードクターか、チャージ攻撃に全振りしたような性能になってるわね。仲間は同じバンワードだぜ。アリスは果たして成長してるのかどうか、してるんじゃね多分。してるしてる。まあさすがにリンゴバトルしてたぐらいの動きじゃそろそろ辛すぎるわ。初めから3点差のハンデ付きだぜ。まあ逆を言えばね、ハンデつけてもいいようなレベルの相手なのよ。お、結構言うじゃねえか。ほらー、ボールゲット、からのパス。え、いや待て待て待て、そんな奇抜なパス急にできるか。ほれー。あ、ゴールを投げるのか。よーし、オッケー。初めてだったからローカルの時は気づかなかったけど、今は大体のゲームのコツ掴んだわ。相手の動き的にもそこまで苦戦しなさそうだな。でおー、え、マジで？そういえばハンデあるから今から後半戦だぜ。マジかよ、これで負けたらいきなり相手リーチかかるんじゃないの？うん、かかるわね。それはメンタル的にきつい。よし、アリスボールは任せた。二人相手に任せるのか。まあここは大事に大事に行きましょう。あ、今ボールキャッチしろよー。ボール取れたらだいぶ楽だが、そうもよかねえみたいだな。で、おーおー、つ、ナイスブロック。で、だがゴールは取られた。あ、これはどうなの？いや、多分。あー、そっちかー。あと一回許すと負けが確定するぜ。ちょっと待って、これ結構辛くない？まあゴールドリーグだしな。ここは私がボールを持つわ。前に行ってくって、これは普通に行けそう。痛い。よーし、なんか普通に得点できたな。大差ついて相手が手加減してくれたのかどうか。あと2連勝しないといけないわね。なかなかにシビア。今度はどうすんだ？うおー、どせー。マジかよ。はい、ゴール持ってきたわよ。よしゃー。でオンゴールもせずにきっちりしてるな。まさかの正面からカルテで突っ込んだら見立てできたわ。さあ次で決まるぜ。作戦はどうする？もうここは私が突っ込む。案外それでうまくいくかもな。あ、上に行ったぜ。アリスチャンスー。よし、オッケー。よしゃー、ランクシューズ。よーし、この試合は勝利。見事勝ち進んだぜ。いやー、なかなかにプレッシャーが。相手の実力自体はそこまで高いわけじゃないけど、言うてこっちの身体能力も限界があるから油断は全然できない。よし、どんどんやっていくわよ。次はアクションシアターだな。正直言ってこれはウィップが最強。相手掴めるしな。それ、掴めば一人は不能にできる。ここは特にハンデとかも受けていないみたいだな。サブの題名が少し気になるけど。打って答えて飛び上がれ。果たしてそれが何を表しているのか。まあいいや、最初のお題は、足し算じゃねえの？攻撃当てろか。まあまあオッケー。その調理値活かして殴るんだぜ。まずお前をキャッチ。ほれー。そういう使い方だよな。あ、これはもらいましたわ。一人勝ちかよ。この計算問題も、掴んで投げて。もっかい攻撃当てろだぜ。理不尽な一方的な攻撃、そして投げる。攻めと守り両用だなこれ。余裕じゃねえか。圧倒的勝利。というわけでなんか申し訳ない気持ちにもなってきたんだけど。は？次昇格戦だわ。マジかよ。まだパート1にしてプラチナ行くか行かないかとか。カービィ、僕もリーグポイントが満タンになったよ。このリーグは絶対に勝とうね、カービィ。よくぞ勝ち進んできてくれた。アックスナイト。やっぱりリーグアップ戦のライバルはメタナイトか。私の願いはただ一つ、本物の強さを見せてくれ。というわけで次回パート2から、メタナイトとプラチナ昇格戦をやるわよ。もうなんかほとんど終わってる気がするんだが。メタナイトと勝負か。不思議だな。僕怖くないんだよ。あのメタナイトと戦うっていうのに、カービィと一緒なら勝てる。そう思うんだ。行こう、そして最後のリーグに勝ち進もう。っておお、なんだあんたら、もうゴールド突破となら有名人だぜ。運命すごい大会だね、燃えてくるね。あ、このリポーターたちツイッターでおなじみの。速報です。確かにツイッターにいたな。注目のお二人がメタナイトさんと直接対決します。お二人のとっておきの作戦があれば教えてください。あるの？あ、バンワード慌てふためいてるぜ。あらわ、すごい作戦ですね。皆さんもこの後のバトルを要チェックです。
あ、それにはめたナイトが書いていたのか、チラ見させるぜ。それじゃあ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。いやそもそもね、ストーリーする前にローカル対戦するのが間違いだったわ。みんな結構張り切ってたし、そのおかげでストーリーが全然物足りなくなったと。その通り、というわけでパート2にしてプラチナという状況になりました。